バレリー・チカロフ、バレリー・パブロビチ・チカロフは、ソ連の飛行士、ソ連邦英雄。1936年6月、スポレフアント -25 機で、モスクワから北極点を経由して、アムール川川口のウッド島まで9 3 7 4トルの無着陸飛行に成功。さらに、翌1937年には、モスクワから北極点を経由して、 アメリカ合衆国のバンクーバーまで1 2 0 0 0トルを超える無着陸飛行に成功し、無着陸飛行の世界記録を打ち立てた。その功績を称え、1938年に政府からソ連邦英雄の称号を授与された。1938年12月15日、I-180 の試作揮発飛行において、離陸には成功、飛行場の周りを一周して、 着陸侵入を始めようとした矢先にエンジンが停止。滑走路手前にある空き地に不時着を試みようとしたが、失敗して機体は転覆。チカルフは重傷を負い、その後に死亡した。事故の原因は飛行前夜の気温が極端に冷え込んだにもかかわらずエンジンを保温をしなかったことと、チカルフが飛行前点検をおろそかにしたことらしい。ちなみに、 アイマイナス180の試作2号機、3号機も墜落し、乗っていたテストパイロットも殉職している。オレンブルクは1938年から1957年までバレリー・チカロフにちなんでチカロフと呼ばれていた。また、チカロフの記事バシリョボは1938年以降、チカロフスクと呼ばれている。ありがとうございます。